きたいと思います。マイクはそちらありますか。はい、それでは撮影が終わったところでございますので、同じようにちょっといろいろ聞いてみたいと思います。第5位ゼッケンナンバー1番沖田守選手、5本 4313g です。おめでとうございます。ありがとうございます。これは残念な成績なんでしょうか、嬉しい成績なんでしょうか。いや、自分の中ですごい出来すぎかなっていう、まだまだスポーニング引きずってて、オスとメスと釣り分けるのが難しくて、両方釣れるパターンがジャークベイト、もうジャークベイトだけをずっとやってました。今日のこの魚、ジャークベイトの魚。ジャークベイトの魚。えらいですね、これ。だいぶ違うパターンの話が聞けるという感じでございます。では早速ですが、ちょっといろいろエリアとか条件とか話せる範囲で教えていただけますか。エリアは、神崎橋から下で鉄橋までの間、JR の鉄橋までで、基本リーズのリーズフロントでのジャークベイトで、途中日が上がってからテキサスとか入れたんですけど、もうちっちゃくてちっちゃくて、いっぱい釣れるんですけどちっちゃくて、もうどうしようもなくて、もう終始ジャークベイト、サイドステップのボーンモデルのビッグバイトチャートっていう視認性の高い方で、こう見えることで飽きずにやれたのがやりきれた理由かな。いや、これ個人的にすごい興味があるんですよね。だいたいジャークベイトって魚からも見えるっていうのが条件になると思うんですけども、うん、もう今日結構濁ってたじゃないですか。皆さんそうだったと思うんですけど、うん、もうめちゃめちゃワームを使う場合でも重いか軽いかどっちかだったと思うんですね。ノーシンカーにするかヘビーテキサスとかにして、だからリアクションかもうやっとの思いで口を使うような魚、うん、でジャークベイトってリアクション要素めっちゃ高いんで、リーズフロントで 2,3 ジャークで、はい、回収、次のキャスト、はあ、ずっとピッチングで打っていくようなノリですね、はい。これは他の人と取り合わないですから、自分だけの魚って感じになりますよね、これ。うん、でもね、やっぱり減衰しきっちゃってからは辛かったです。うん、本当に辛かった。このリーズフロント手前のところにブレークが仕掛かってるところとか、はいはいはい、そのまま砂地を利用してるところとかあるじゃないですか、はいはいはい、これマテリアルなんか聞いたら失礼になりますか。いやいや、これすごく不謹慎な話なんですけど、うん、震災の影響で意外と岸際崩れてるんですよね、うん、なのでボトムマテリアルぐんぬくんぬよりもそのリーズ自体が崩れて壁になってる、で流れによってそこが掘れてその下にいるような魚をジャークで引きずり出すと、で流れもあったんで本当やりづらかったんですけど、できるだけ流れのないコープ状になっているようなところとか、もうめっちゃ浅いところでもずっとやってました。いや、個人的に興味でいっぱい聞きたいところなんですが、上に控えてるということでこの辺にさせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ちなみに何匹くらいって言ったんですかね、結構皆さん興味があると思うんですけども、多分僕の周りでやってた人、お立ちに上がってる方たちもいるんですけど、多分数えきれないほど釣ってるじゃないですかね、ちっちゃいのは。はい、ということで皆さん奥歯を噛み締めながらですね、拍手で送ってください。すごいですね、拍手。そんなに釣られちゃうわけですね、すごいですね。はい、では第4位いきます。第4位11番松下選手、5本 4485g です。おめでとうございます。ありがとうございます。惜しかったですね。はい、これ実は僕なんで悔しがってたかっていうと、はい、デプスの、まあ、ちょっとラッキーさんなんであれなんですけど、うん、デプスのウェブで松ガチっていうのをやってるんですよ。マッツンのガチ釣りっていうのをやってて、それで今回3位以内に入れっていう指令っていうか、まあミッションっていうか、うん、それがあって、うん、でまあとりあえず気合い入れて頑張ってたんですけど、うん、結果4500ギリ届かず、 30g ぐらいですよね。 30g ぐらいですね。ですよね。はい、30g です。もうこれが本当悔しくて、普段だったらこのお立ち台に上がることがすごく嬉しいんです、はい、やっぱ琵琶湖でやってて利根川にずっと来て、やっぱ形として結果として残したいので、こういうお立ち台ってすごく嬉しいんですけども、うん、今回ばかりはちょっと来ましたね。ちょっとこれは
お立ち台上がってもその松勝ちっていうのは、うん、ミッションクリアができなかったら罰ゲームがあるんですよ。おお何があるんでしょうか。その罰ゲームが、はい、このやんなきゃいけなくて。あ、それ今やってくれるということですか。いや、ここではやんないです。ここでやらない。そのウェブ上で、はいはい、やるので、まあさらしもになってきます。すみません、ちょっと釣りの話じゃなかったんですけど、はい、それでさっきもずっと落ち込んでたんです。ずっと、はい、はい、どんなプレーが待ってるんでしょうね。いやいや、それ変なのはないですよ。変なのじゃないですか、はい、大丈夫です、はい、ということで詳しくはウェブでということで、その話はぜひ見ていただくということでさせていただいて。そうですね、はい、それウェブで流すんです。はい、はい、じゃあそんな感じですか。はい、はい、というのがこの、何度も入り混じった表情なわけなんですけども、では詳しくちょっと聞かせていただきましょうか。あの釣りの話は全然聞いてませんから。どうせだったら釣りの話もどうかななんて思って。大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、まあ、あ、どうぞどうぞどうぞ。今回昨日大雨降って全然全く見えてなくて、うん、もうちょっともう去年ぐらいに、まあ、ある先輩に感覚だけで釣りしてみたらって言われて、でも今日大雨降ってひどい、あの全然状況が違ってたんで、もう感覚だけで釣りしよう、もう最初プラ通りのことしたんですけど、もう全然ダメだったんで感覚で釣りしてみようってことで、ちょっと増水してて流れが強かったので、インサイドのブッシュ、すごい浅いんですけどフィーディングフィッシュが入ってくるようなブッシュっていうか、インサイド側に入ったら結構ベイトがフライじゃないんですけど、なんかちっちゃいベイトの群れがいて、たまに食われてるんですよ。それを、スキップで、僕今自分で作ってるマツラバっていうスイミングジグがあるんですけども、それをスキップでオーバーハングだったりブッシュに入れてぐるぐるコンっていう、そういう釣りで、まあ水位が下がるまでは釣ってった感じです。はい、でその後は点々とテトラフリップしたり、まあ、なんかちょっとミッドスポーンチックなやつもいたんで、そいつはノーシンカーで釣って、であとはまあ各エリア点々としながら、あのウィグルワードの表層系で釣ったり、フルークのノーシンカージャークで釣ったり、まあ、本当に行くとこ行くとこパッ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 って魚が出た感じだったんで、まあ、今回本当に感覚だけで釣りした感じなので、特になんか何を狙ってたかっていうのはほとんどないです。ないということですね。わかりました。今日は下流の方で会いましたよね。あ、そうですね、そうですね、はい、私今日あの新海社長と一緒に乗ってたんですけど、よく見かけました。あの今日はバザーさんと同船取材ということだったんでしたっけ。そうですね、はい、バザーさんと、まあ、あのデプスのウェブの、はい、動画を一緒に撮って、はい、そんな感じでやってきました。はい、どんだけ落ち込んでんだって感じですけどね。ありがとうございます。はい、要はどちらかというとジャンクフィッシュというフィッシングということですから、そうです、ね、この時期に合わせたものをいろいろやって作り上げたウエットということですかね。そうですね、はい、はい、なんか十何本ぐらい釣ってるという話ですから。十何本もいってないと。そんなにいってないですか。まあ、結構でもあの入れ替えも何回かして、はい、まあ、あのバイトも多くて楽しかった。じゃあ楽しかったです。はい、はい、ありがとうございます。では来月号のバザーとウェブの方ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。では、松下選手に拍手のほどお願いいたします。ありがとうございました。さあ、第3位竹内選手、5本 4515g です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、もう思わず遠慮してウェインしちゃった感じですか今日は。あの測りがなんか調子悪くて、はい、軽く出たみたい。軽く出ちゃった、はい、軽く出ちゃった、はい、そうですか、すごいですね。わかりました。いやいや、どんな釣りしたか、お話できる範囲で皆さんにお伝えいただけませんか。私もですね、地震があった後に地形の変化をやっぱりバーッと、見て歩いたんですけど、やっぱ地盤沈下してるところやら隆起してるところやらいろいろあって、やっぱ沈下して、深くなった足、沖田さんと同じ感じですけど、そこをメインで、私はノーシンカーで足を打ってました。はい、
でその釣りで4キロぐらいまで行ったんですけど、もうなんか水位下がってきて5枚のしか釣れなくなったんで、同じことやっててもダメだなと思って、別のシャローに行って、バズで1本入れ替えて、一番大きいのがバズで釣れて、でこのウェイトです、はい、ということは下流側のお話だと思って聞いてもいいですか。はい、結構下まで行ったんですか。まあ、あのプラの時はもう本当河口関の方まで行って、いよいよやばくなったら下の方まで行こうかなとは思ってたんですけど、結局早い道に揃っちゃったんで、神崎から、佐原周辺まで行って釣りしてました。はい、という感じでございます。もうこの今の3位の竹内選手までですね、釣り方がみんなバラバラな感じなんですよね。ただなんとなくキーワードがあるところが面白いかと思うんですけども、あのちなみにルアーなんてあのお話できますか。ノーシンカーはアバランチで、まずはボルケーノツーです。はい、ぜひこれらのキーワードをもとにですね、皆さんも参考にしていただきたいと思います。そんな感じでよろしいですか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。竹内選手の拍手。